離れてみた時と近づいた時の落差みたいなものっていうのは大きければ大きいほど自分の絵としては成功だなって思っているので、不意打ちというかフラッとこう見てなんだこれってなるな。視点を変えることで見えてくるものがある。ブレイクビュー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。美術家佐垣啓太、子どもの頃から漫画を描いていた彼が今描くのは誰もが見たことのある有名な絵画。そこに込めた思いとは。価値を転換させるっていうことを、そのコンセプトに、ダヴィンチとか北斎っていうのはそのもう普遍的なその価値がもうついてて、誰の中にも高い価値観っていうのがあるわけで、でもそれが近づいていくとそのイメージっていうのがどんどんこう分解されていって、価値付けされていないものっていうか、全然得体の知れないものにこう変わっていくっていう。一度は目にしたことがある一枚の絵、じっと見つめると見えてくるのは小さな小さな世界。それこそが彼が伝えたいもう一つのテーマ。どこからどこまでがその全体像で、どこからどこまでが部分なのかっていう、社会だったりしても全体と部分の関係ってちょっと視点を変えると全然こう変わってくるというか、その部分をどんどんこう積み重ねて全体にするっていうよりかは、もっとその部分で見てもその全体像になるっていうか、そこの境界線みたいなのをなんか壊したいなっていうのもあって、この世界に生きる私たちは社会という歯車の一部でしかないのか。絵画の中で疑問を追求し続ける彼の原点、それは幼き頃に見た曼荼羅。子供の時に父親に曼荼羅を見に連れて行かれて、なんかトラウマになったというか、細かいその仏様がいっぱいバーッと描かれてて、すごいその極彩色で、こうなんか地獄絵図みたいな感じで結構怖いっていうのもありつつ、でもなんかすごいぞっていうのが子供ながらに感じて、制作を始めた頃はオリジナルの曼荼羅だったりとか描いてたりはしたんですけども、パッと思いついたものを直感的に描きたいってなって、だんだんこうペンだったりモノクロで描いていくっていう、今のスタイルに変化していったような感じです。細かなキャラクターで埋め尽くされたキャンバスに佐垣啓太はこの世界を描き出す。可愛いものとか綺麗なものだけじゃなくて、対極にあるなんかもっとグロテスクなものだったり、結構セクシャルなモチーフも描いてたりするんですけど、ちょっと目を背けたくなるようなモチーフもこう一緒に描いていくことで、まあ、それがもうなんか世界というか神羅万象みたいなものをなんか表現できればいいなっていう。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト・デザイナー青沼雄介のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。